ベルギー植民地帝国は、ベルギー領コンゴトルワンダウルンリ、および天津ベルギー族海を要しており、1908年から1962年まで存在していた植民地帝国である。その領域の98%は、本国の76倍の面積に相当するコンゴ自由国であり、当初はベルギー国をレオポルド2世の私有地とされていたが、1908年にその主権は、 ベルギー王国に移行して名称をベルギー領今後に改めた。これらの他にもモロッコにあった単ェ国際領域をフランスなどと共同統治していた。ベルギー国内では海外の所有地に言及する際に帝国というよりむしろ植民地という表現が用いられる傾向があった。加えて同時代のイギリスやフランスといった遠く離れた他の植民地とは異なり、 ベルギー植民地帝国は皇帝と称する君主を持たなかった。国王が通常は伝統や歴史的結びつきに基づいて王国を統治すると規定されるのに対し、皇帝や帝国という表現は他の地域や人々を支配するという願意を持っており、それは取得という意味を含んでいる。ベルギー自体は1830年にネーデルラント連合王国から独立し、 1839年に承認された。独立の時点で英仏両国は広大な植民地を有しており、スペイン、ポルトガル、オランダもすでに潜在的に植民地となる勢力圏を有していた。このように近隣の欧州各国が海外に植民地と勢力圏を拡張させていた状況を回り、1843年に初代国王レオポルド一世はハワイ王国を 植民地にするためにラッドカンパニーと契約を結んだ。しかしラッドカンパニー、第2代国王レオポルド2世も植民地獲得に意欲的であったが、ベルギー政府は財源欠如を理由に消極的な姿勢であった。今後盆地の植民地化は19世紀後期に始まった。ベルギー国王レオポルド二世は自国の国際的な勢力と名声の欠如に豪をし、 当時ほとんど未調査であった、コンゴ盆地周辺での植民地拡大を支援するよう、ベルギー政府を説得しようとした。政府はこれを拒否したため、彼は自分の個人的な支配のもとに植民地を建設することになった。1885年のベルリン会議にて、彼のことを敵対する植民地大国間の有用な干渉地帯とみなした多くの西洋列強の支持を得た、レオポルドは、 コンゴ自由国の国際的承認を獲得するに至った。コンゴ自由国により徴兵されたアフリカ人部隊自由国政府は当初は増下を、後には貴重な商品となっていったゴムなどの天然資源を開拓した。自由国の軍隊である公安軍の支援を受け、その領土は複数の私的な採掘利権に分割された。英シロインドゴム会社はとりわけ、 その領土から利益を得るために武力と残虐行為を用いた。今後におけるその政権は強制労働をさせ、ゴム収集のノルマを満たしていない、今後先住民を殺害し切断した。何百万人もの今後人がこの期間に犠牲となったが、死者の多くは、 今後側下流地域の人口の半数近くが死亡した天然痘を含むヨーロッパ人入植者との接触によってもたらされた新しい病気が原因だとも特定されている。おそらく今後自由国における残虐行為によるものとみられる被害者を示す。宣教師自由国時代には過剰死によって今後人口が急減したが死者数の推定値にはかなりのばらつきがある。 数字は推定値であるものの、この時期に死亡した、今後人は、人口のおよそ5分の一に当たる1000万人に上ると、されている。最初の人口調査が実施されたのは1924年で、あるためこの期間の人口減少を数量化することは、困難であり、ウィリアム・ルビンスタインのように、アダム・ホック・シールドが印象した数値はほとんど証拠に、基づかない推測であると主張する。ものらによって、 これらの数字は、議論されてきた。1894年には、ケープカイロ鉄道の敷設を目指していたイギリスが有する、ウガンダ北西部のナイル川西岸地域及び、北緯10度線以南のナイル川全域と、コンゴ端にあるアルバート湖とタンガニーカ湖の間の地域を交換する条約をイギリスと結び、ナイル川の西は、レオポルド2世の存命中に限り、ラドトビチとして、ベルギー領となった。 この時のベルギー側には、ラドを拠点にハルツームまで北進し、インド洋と大西洋を結ぶ細長い回廊を支配しようとする野心があったため、一時イギリスとの緊張が高まった。今後自由国はベルギーの植民地ではなかったが、貿易と市民の雇用の面ではベルギーが最大の受益者であった。レオポルド2世は武力で獲得したゴムや造下の輸出から個人的に、 かなりの資産を貯め込んだ。こうした財産は、ブリュッセルやオーステンで、アントワープなどの公共建築物に費やされた。これは、建築王として、今日でも、ベルギーで記憶されている。彼の財産に追加して、ロイヤルトラストを通じて彼は国家に、財産のほとんどを寄贈した。レオポルド2世は1885年に、今後自由国の国際的承認を得たが、20世紀に、 入る頃には、ロジャー・ケースメントがケースメントレポートにて、今後現住民への残虐行為や、その冷酷な経済搾取システムの実態を明らかにしたことなどで、自由国を公式に統治するようベルギーに強い、外交的圧力がかかるようになり、同国は1908年に、ベルギー領コンゴを成立させた。1938年のレオポルドビルにおける、 植民地あたり局員今後におけるベルギー統治は政府、選挙し非公開企業の利益という植民地の三位一体に基づいていた。ベルギーの商業利権が認められたことで大量の資本が今後に流入し各地域が分業化した。多くの場合、政府と民間企業の利益は密接に結びついており、政府は企業がストライキを打破したり、 先住民族が引き起こしたその他の障壁を取り除く支援をした。イギリス帝国やフランス植民地帝国が植民地の監督下で伝統的指導者が権力者の地位に保持される間接統治体制を好んだのとは対照的にベルギー領今後は入れ子構造の階層的に組織化された行政区画に分割されネイティブポリシーに従って一様に運営された。 第一次世界大戦におけるコンゴの軍隊は現代のルワンダとブルンジが位置する地域にてドイツ帝国に対する攻撃に参加し、それらはベルギーの占領下となった。コンゴは高レベルの人種差別もしており、第二次世界大戦後にコンゴに移住した多数の白人移民にはあらゆる社会階層からの出身者がいたが、彼らは常に黒人よりも優先して扱われていた。 第二次大戦時の港湾軍兵士コンゴ人の軍隊は第二次世界大戦にも参戦し、東アフリカ戦線では東アフリカ植民地からのイタリア勢力追放に貢献した。1940年から1950年にかけてのベルギー領コンゴは大規模な都市化が進み、植民地当局はその領土を模範的な植民地にすることを目指して様々な開発計画を開始した。 その結果の一つは、初年におけるヨーロッパ化したアフリカ人エボリュエによる新しい中流階級の創出であった。1950年までにコンゴの賃金労働力は他のアフリカ植民地の2倍となった。1960年、広範囲に及び次第に急進的になっていったアフリカ民族主義の結果として、ベルギー領コンゴは独立を達成し、 パトリスルムンバとジョーセフカサブブが率いる今後共和国となった。しかしながら、今後国内の派閥間における険悪な関係や今後内政に対するベルギーの継続的関与、そして冷戦の主要関係国による介入は、1960年から1965年までの今後動乱として知られる5年間にわたる戦争と正常不安の時代をもたらした。これは、 モブツセセセコが政権を掌握したことで幕を閉じた。ルアンダウルンディは、ドイツ領東アフリカの一部であったが、第一次世界大戦中の1916年から1924年まで、ベルギー軍の占領下に置かれていた。1924年から1945年まで、委任当時、P 指揮下に置かれ、事実上のベルギー領とされた。 1945年以降は新宅統治下に置かれ、1962年にルワンダとブルンジとして別々に独立するまで続いた。植民地統治の方針は、現地の土族や民族別の身分証明書を通じた間接的支配を用いており、原則的に以前のドイツによる統治政権の手法に似ていた。ルワンダ革命として知られている土族に対する暴力行為は、 独立前の出来事の中で起きた。1845年のグアテマラにおけるベルギー入植地1842年、レオポルド一世により派遣された船がグアテマラに来航した。そこで、イサバル県の自然の豊かさを目の当たりにしたベルギー人らはサントトマスに植民し、その地にインフラを建設することに決めた。後に、グアテマラ初代大統領となるラファエル・カレーラは、 グアテマラ政府から支給される毎年1万6000ペソと引き換えにこの地域を彼らに与えた。1843年5月4日にグアテマラ議会はレオポルド一世の保護下にあるベルギーの民間企業、ベルギー植民地会社に対しサントトマス地区を永久に授ける法令を出した。この企業は1841年に破産した。 イギリスの中央アメリカ東海岸省のお会社の後を継ぐ形となった。しかし、グアテマラ植民地下の計画は、資金不足のほか、大熱やマラギや熱帯気候固有の疾患といった高い死亡率により1854年に打ち止めとなった。ーさんとトマスのベルギー入植地植民地会社はその地を永久に認められたが、政治的な意味での植民地とはならなかった。 1842年5月の割動法令第4条では、ベルギー企業への領土割動は、永久に、グアテマラの主権及び管轄権のもとに、止まるであろうその領域に対する主権の割動を、目視的、または明示的に含まないと明記された。第5条では、その領土に到着した入植者らは、グアテマラ原住民となって、完全に、グアテマラの現行憲法と法律下に置かれ、 以前のベルギー及び他国の政徳権、外国人としての特権や免除の要求を放棄する旨が定められた。司法はグアテマラ政府が指名した判事により執行され、活情地への外国軍立ち入りは禁じられたほか、予定されているニュータウン付近に建設される2つの要塞をグアテマラ軍が防衛することになっていた。 中国の条約校であった天津市は9カ国が管理する天津疎開を含んでおり、ベルギーの外交官、モーリス・ヨース・テンスは、疑話団のランゴに、自国への咀嚼地要求の交渉をした。100ヘクタールに及んでいたベルギー疎開の成立は1900年11月7日に宣言され、ベルギー企業は天津。1929年8月。 ベルギーと中国の両政府は中国への疎開返還に合意し、ベルギー議会は1931年7月13日にそれを承認した。19世紀後期にはベルギー人技師らが警官鉄道の建設事業に雇用されていたことから、ベルギー政府は観光における咀嚼地を要求したもののこれは実現しなかった。ベルギーの主張は正式に認められることはなく、 提案は1908年に取り下げられた。1919年、イタリア王国のコモコに浮かぶコマチーナ島が1年間、アルベール一世に寄贈されたことで、その島は、ベルギー主権下の飛び地となった。コマチーナ島はわずか1年後の1920年に、イタリアに返還されたが、ベルギー領事とブレラ美術アカデミーの学長は、芸術家のための村とホテル建設を目的として、 事前団体を設立した。ありがとうございます。